じゃあ先に、そうですね、自己紹介もめんどくさいからどうしようか。まあ一応今の仕事のことを、まあ、もう本当簡単にちょっとパッと今の仕事です。今の仕事、今の仕事、なんとなんとなんと、あ、そう、居酒屋を2つと、うん、カラオケバーを1つ経営してます。3つ、はい、3つ。どういう経緯で、だってゼロからやったの、まあ、そうです、ね、だってほら家業とかがね、そうやったとかでもないし、はい、多分ゼロからやね。どういうきっかけから そんなそういう方向に。もともとずっと飲食店のアルバイトを16からしてて、で、まあ、学生の間もずっとしてて、もうなんかそれしたらもうこれしかないなみたいなこれになるじゃん、どっぷり入っちゃって、まあ、たまたまそれでなんかタイミングよく店を1個あったんで、あ、そ、最初はすごく他の人じゃありえんっていうのを安くさせてもらったんです、だけど借金ゼロ。あ、なるほどね。あ、もうやってくれるならみたいな感じで。そうですよ、もういくらと思います、居抜きで。いや、俺もこれ何です。そっか、居抜き、あそこ、そうよね、そのまま焼き鳥屋、もともと焼き鳥屋です、焼き鳥屋です。あ、もともと焼き鳥屋ではあったんだよね。あ、ムツだ。そうです、そうです。あ、そうだ、そうだ、あそこムツだった。ちょうどムツさんが小金物件が開くってなって、あっち側にもう移動する、どうせもうあそこ赤字やけんって、時にちょうど僕がその半年ぐらい前からその前の職場を辞めますって言ってて、あの2月1日に辞めますって言ってて、うわ次どうしようみたいな感じでボケっとしとったら、なんかその話がちょうど1月ぐらいかな、1月ぐらいに話もらったんで、あーやりますみたいな、かなりありえないぐらいの便利やね。でもね、本当にいくらだろう家賃はどうだ、あれだと安くてもでも10万ぐらいするんじゃない。あ、最初のところは家賃8万ですよ。8万で、あと、そうなんです、そこの大家さんがまた敷金礼金もいらないっていう、大体最初に店舗で半年分ぐらいからで、やっぱそれだけで結構いきそうだと思うんですけど、うん、何もなし、あとは居抜きをいくらに譲ってくれたか。もうだってもう冷蔵庫とか製氷機とかは全部ついた。ああ、そうか、元はね、業態もしてるけど、そうですね。あ、それでも100万はするでしょ。いや、じゃあ普通に損害すると思うんですけどね、25万は。めっちゃ安い。どうしたっていう値段ね。普通ありえないですよね、25万は。すごいね。なんで、最初はもう相当ラッキーなんですけど。ラッキーですね。よかったね。でも良かったっすね。でも、ほっとりますね。いやいやいや、ほっとりますよ。むずに飲みきよってよかったと思います。ねえ。あ、じゃあ前の人と付き合いがあって、あんなならっていうような感じで、毎晩あそこ行ったんで、大体帰り道がね、帰り道になるんで、そのままずっと毎日居座ってました。投資しとったってなるほどね。あ、そういう面から知るとね。じゃあね、それがいつぐらい、何年前、いくら、僕は29、うん、なる前だったんで、28、8、5年前。ああ、そんぐらいか。じゃあもうトントン拍子でね。で、2店舗目出すのか、じゃあ今度はきっかけはどういうきっかけで、はこう、でも近いもんね、どっちかというとね、歩け距離やもんね。なんだとか、あ、そう、そこの前のスナック、なんかスナックみたいな、これを癒やしてたおばちゃんとも仲良くてね、一緒に、うん、まあ、その店自体ありようときは1回ぐらいしか行くことないんで、ちょうど、あ、腰が悪いとかなんかいう噂を聞いて、で、店行って、もしやめないやったら売ってくださいよ。すぐ、それやったらもうちょっとそこは1年後に普通の提示された居抜き料を払うか、1年も回り直しにしてちょっとプラスして払うか、でもプラスするんで、うん、すぐちょっとしたお店でいけるもん、継続でね。そういうことだった。じゃあもうとりあえず今 2店舗まではほとんど人の縁。そうなんや。そうよね。なんであの距離であそこに、ね、二度もめないのかって最初思い立つよね。あの時まだカラオケが、キャメルとかしかなくて、カラオケが。あ、そうか、この、今もどこも結構ね、カラオケは見てるんですけど、あの時カラオケなくて、なんか向こう側のお客さんが、南口のお客さんが北口にまで歩いていくの許せなかった。そうだね、北口しかなかったもんね。そうね、南口あんまないもんね。そういう、まあ、今もないんですけどね。うん、今もほとんどどこも起き出したんで、次はちょっと違うのか考えてるかな。ああ、じゃあ2店舗目はじゃあまたちょっとガラッと変えるような感じになるかもしれない、もしかして2店舗目、うん、
バーのだけ。あ、そうですね。うん、どこも真似しやしてくれ。まあ、僕も真似してるんですけど。でも、ここら辺、ね、ないけどね。同じような店がないけど、はい、まあ、ここら辺の人がやっぱここに行くしかなかろうけどね。カラオケバーって、ね、あれ、ちょっと実は、はい、あのいつも会費で払うから、金銭カードがないんだけど、はいはい、料金形態ってどうなっとるんですか？90分で、1500円ですね、税込み。おお、安いよね。安いよ、セブン。飲み物は？飲み物100種類ぐらいで、飲み放題？飲み放題です。歌い放題？飲み放題、歌い放題です。儲かるんすか？延長、ぶっちゃけ延長が入らなかったら際どいもんね。1軒目で来られたらちょっときついっすよ。そういうことね。ああ、そんな仕込みなんやね。2、3軒目では特に10人とかの団体で来られたらもうみんなカラオケでわーってなるんで、それなら飲み物絶対ストップするんで。あ、そうだね。もうそういう、それまでに大概飲んでほしいね。あ、それならいいかもしれないね、確かに。たまにフード置いて1軒目で来る人がちょっときついなって。確かに、手間もかかるしね。めんどくさいもんね。回転がね。まあでも料理は若干高め設定してるんで、料理。あ、そうなんや。カラオケ、そうですね。カラオケは、まあ、基本的にカラオケ歌う間は飲まないんで。確かに、確かに。もし回復としたら何、どんなのにする？何ですか？あ、バーで。いや、僕ちょっと、バーチャルゴルフ、あの、ゴルフ来たいなと思ってますね、ちょっと。あるね、ちょっと場所が、ね、結構場所取るんで。そうね、広くいるね。あれこそ時間、もし例えば同じ時間にしてても、あれしようと 100% 飲まないんで。そうよね。ちょっといいかな。そういうのすか。そうね。でダンスもそうだと思うんですよ。ダンスの内容は絶対飲まないんで。うん、そうね、休憩中しか。ダンスの場合はね、大体それにまたお金を入れてしなくちゃいけないんで、ダンス。その飲み放題プラス。そうよね。あれ結構、ダーツはいいんじゃないかな、うん、ダーツはその100年は100円取るようにして取るようにして、うん、ダーツは多分それはリース代に多分取られてると思うんですけど、まあ、あ、リース代も一緒ぐらいですよ、カラオケは多分 2万から3万ぐらい。へぇ、あ、それとダーツの方がいいかもしれないね。うん、ダーツの方が多分いいのかな、うん、今ゴルフって聞いて今流行っとんじゃないかと思ったんですね。バーチャルと、バーチャルバーチャル多いもんね。多いでしょ、うん、いや、都会の方多いよ、うん、多い多い、もう結構経つけどね、いっぱいできてからこれないよね。JC メンバーでも福岡 JC で一人おったし、ゴルフバー。ああ、本当ですか。で、糸島も一人おった。おる。だけど、やっぱ本当に結構パラパラ見えるね。これはあんまないけどね。まあ、人口的な問題もあるけど、でもする人はおるけんね。うん、これだったらいけるんじゃないかなと思うんですけど。する人はおるもんね。だって打ちっぱなし球だけやろ、結局あの人たちは。そうそう。飲みながら選手だけで。選択肢としては、一人勝ちしますね。競合がいないから。ないね。そこまで出せたらですけどね。出せたらまずそれを受けるだけの広い店舗が。そうね。そう、あ、この場所やったらちょっとやっぱ足りんよね。狭いし、細長いもんね。確かに確かに。横にこう受けるぐらい。やっぱ縦横ないとやっぱ。でも正直あの新しい居酒屋の2階が早く開いてくれたら。まとって。次の契約で、あのビルのオーナーが次の契約でもう多分次契約結ばないから。あ、そうなんや。2階今何があるとこある？パルコって美容室がいて。あ、まだあったよ。俺やめた。俺大丈夫だ。嘘。でも全部売りに出てるじゃないですか。あの十号館の方とか。え、なんか話ですけど。すごいな。業態じゃ売りにしよう。もともとパルコビルやったんですか。もともとが。あれが8月にオーナー変わって今のオーナーさんに変わって、今だけ賃貸に変わったんですよ。だから次の契約ではもう次は絶対結ばないだろうっていう。ああ。じゃあもう撤退しちゃったよね。じゃあ。僕は宗像が本社の業態だったんです、あれ。知らん。あ、そこ知らん。そこからちょっとわからないと思うんですよ。行ったことないし。絡まんですね、あそこね。うちら、全然絡まんけんさ。全然わからない。あ、じゃあ、分けば、そこがほら、流れで下行ってもらって、上にっていうのがいいかもしれないね、もしかしたらね。いいのかな。なかなかね。もう3店舗目の話してしまったね、今。結局。3店舗目は、なんで、やっぱこう、結構投資がかかるじゃないですか、あそこに入っていこうと思ったら。でも、なんでこう、行ったれってなったんですか？ですか、正直言うと、僕が働く場所がなかったんですよ。今2個しかなくて、社員が2人いて、まあ、どっちも1人で回せる、1人っていうか、1人プラスバイトで回せて、僕なんか、ブラ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 してる。気持ちぐさんで。ちょっとなんか、結構、自分、家の近くに、まあ、子供いるんで、家の近くに、こう、数カレーの場所に、あ、この近くね。イエスの近く。そうなんやね。歩いて5分もかかんない。自分働く場所。暇やし、みたいな。
ひまやけ働く場作ったみたいな。で、ちょうど北口にちょっと一回出してみたいな。うん、あそこそこ南、ね、はい、店舗両方とも南やけ。そういうことか。でも前から思ったけどさ、あの2店舗お客さんよう来ようよね。うん、来よう。いや、ちょっと若くないやっぱ。若いですね。そう、それを思ったと、いや、あれがすごいなって思う、やっぱ。だって自分よりも下よ。あ、そうです。に言ったら。あ、明らかに下よ。明らかに下よ。すごいなって思って。だいたいほら、飲食店する人ってやっぱ同年とかさ、下手したら上とかの人のお客さんとかが多かったりするところが多いんでしょ。まあ、向こうの居酒屋では、ありかしちょっと年齢差高いのかな。あ、そうですね。地元の野球クラブじゃないですか。そうかそうか、地域のあれがね、地域の方が、うん、そうだね、すごい。じゃあ、もともとのじゃあ、ほら、居抜きやった件って言って、はい、前のお客さんの今日というわけでもないっていう感じなの。最初はありましたね、やっぱり。あ、最初はやっぱ、ものすごくありました。最初だけなんか、番号も変えなかったんですよ、最初。あ、その人たち大失敗ですね、もうすごいです。そうね、そう思ってかけてくるけどね。はい、そうなんですよ。違いますけどみたいな。最初あれだけで本当失敗して、まあ、今はたまごくまでに、もう持ってたんじゃなかったですかって言われるんで、ちょっと、いやもう5年以上前にありましたけど、大げさに言うんですけど。あ、そうなんや。あ、じゃあ今は電話が、電話も全部変わってしまったんだよね。いや、変えないです。俺ずっと全部。あ、ずっと夜勤、夜勤がかかってくれて。でも本当、もう浸透したけどね、そうね。最初の頃はまだ携帯で検索したらやっぱ名前出てきたんで、そうだね。そっかそっか、今もうね、出ないもんね、前の店舗で、ね、検索しても。そっか、どういったお客さんが多いと思う。やっぱ団体っていうか。いや、団体はないんだ。そっか、店舗自体がそんなね、大きいわけじゃないけどね。特にまた最近なんかちょっともう分かんないですよね、最近は。でもやっぱどっちかっていうと近所の人とか、近所の方が多いですね、やっぱり。じゃあやっぱなんか仕事帰りに寄ったとか、そっち系の人が多い。仕事帰り、あ、どっち、どこの店舗、1店舗も。いや、仕事帰りの人はなかなか見たことない。あ、そうなの。ちょっと駅から距離が。あ、そっかそっか、歩いてなったらね。歩いてくるか、バスに乗って降りるかってなって。そうね、そうやね。ちょっと距離が、そう、駅前っちゅうわけでもないか。学生さんとしたら。いや、そうか、もう学校がないってね、僕。もう。そうですね、問題ないよね。まあ、お客さんが前もって嫉妬してやったら、まあ、じゃあ先にこっち側で来てみたいなのがあるんですけどね。あ、なるほどね。そっかそっか。流れででも自分の店同士で行ってくれるのいいよね。そうですね。ね、それが硬いよね、やっぱね。うん、お、あ、そう、撮影中。入りよる。あと、参加する。椅子持ってきて。知らんと初めて聞いた、それ。じゃあ、一応じゃあ3店舗目は、まあ一応やっぱコロナでちょっと難しいけど難しい。難しい。やっぱ難しい。ね、ああ、そうね。またカットせないかげんかもしれない。実名まで出して。悪徳弁護士みたいな。今も職業と名前が出てしまったけど、これ流されんもうこれ何の店舗？いや全然テーマなし。一応まあテーマでもうだべってるのを収録してる。でまずいやつだけカットする。ずっと最初から最後までピーって可能性がある。音声だけそこだけカットしてるから無音に、急に無音になるかもしれない。動画が喋る。自分の時早送りなんか通ったんですよ。わざわざ。めんどくせえ。パッとして、キュッとして。20倍速ぐらいして。聞こえるんでした。喋る。聞こえれたらいけない内容みたいにして、テロップに入れて。そうなんや。知れ、何の話を。なかなか。シャイに使うのは難しいねっていう。今何人ぐらい？シャイの店です。あ、そうか、店長になるからだけね。あ、じゃあバイトよりもその正社員のっていうこと。確かに。正社員はまあ辞めないからですね。簡単には。やっぱ正社員の方が強いし。でも難しいなと思うのは、学校じゃないけど正社員を育てないといけないからですね。
未経験で基本的には、まあ、両方そうかもしれないけど、未経験で入ってくる。一度未経験で来ます。あ、そうなんだ。それは大変やね。そしたらね、全くズボンの素人で来られたら、まあ確かにゼロからになるよね。一人は全く。あ、嘘。それ大変やったね。キャベツとレタスの区別がつかないですね。すげえね。スケール来たね。なかなかはそれ。すごいね。あ、それはなかなか。一人はそうでしたね。一人はもう。はあ、そうだった。あの、今はもうさすがやね。さすが。さすが。要素は、俺は難しいな、それは。身につけませんか、うん、親の買い物ついてるけど、ね、どうやって教えたらいいんだろうって、うん、もうなんか教えたつもりはないんですけどね普通に生活してるなんか知ってそうなことがわからんっていうのがあるじゃんね、すごいね、それも。あとニラとネギ、あー、それもわかんない、すごいな。それあれ、間違って水仙食べるタイプの人やろ。そうだほとんど切ってあるやつしか多分見たことなかった。ああ、切られてね。いくつぐらいその子が？同級生です。おっと、俺ね、だいぶしたかと思って、今の話聞け。同級生です。それなかなかね。そういう畑で生きてこんがんなっちゃうね。何かに集中しとったっちゃうね。でも、飲食に一番最初 入った時から聞かせてもらったけど、その前はじゃあ、もう普通に、もう学生から。まあ、16からって。そうだね。まあ、バイトはですね。飲食のバイトは16。中高どこって言ったっけ？福間東です。あ、と、はい。福津の方なんや。はい、そうなんや、ね。あ、出身福津やったよ、ね。そうですね。だけんか。うん。なるほど。だけん、縁があったけん、ここで一応開業したっていう感じ、ね。そしたらね、うん。すごいね。なかなか波乱万丈。仕事もね、すごいけど、JC にもやって、職場の青年部に入って、消防団も入ってるんですよ。地域に根ざしてるんだね、だいぶ。これも夢っぽいもんですね。まあでも、その意識があるだけでもね。でもまあ、気にせんでもいいからみんなね、喜んで迎え入れてくれるよね。そういうとこはいいよね、でもね。あんまね。でも消防団無理ですね、夜。そうだよね、そうだよ、そうだよ、いや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 、途中なんでも絶対参加できない、無理よね、できないんですよね、それは。営業中はちょっとさすがにね、そういうわけにいかんけんね、うん、そっか、今のところこの中では夜の仕事っていうのはこっちだけか、うん、一応は昼、一応、まあ、まあ今なんでここにおるんかって話はあるけどおかしいよ、ね、お前ら何しようって話はね、本当はお前ら働いてからいかんじゃないって話なんやけどそこはちょっとくるそこはちょっと嬉しいかそうよね、やっぱなかなかね、自由な時間がね、でも比較的取れるようになったらやっぱ前に比べたら取れる、うん、時間が取れる、あ、そうですか、ね、余裕はね、うん、テンポが増えてくればね、割と、はい、こっち新しく出す場合はすごく自由な時間があった、あ、そっか、そしたらね、自分の仕事増やしてくるわざとね大変だよ。コロナの苦労聞いた。ああ、聞きます。聞きたいって言ったっけ。ああ、そうそう。コロナの苦労。コロナの苦労。うん、やっぱりその年末年始の売り上げめっちゃ落ちとるでしょ。はいはいはい。結構やばいくらいですか。特に年末とか。そうですね。年末年始。うん。その前回のやつ4月でしたっけ、5月でしたっけ。うん。その時あんまり影響なかったんですよ、うちの。多分。まあ、なんかお客さんも若い子たちとかばっかりなんであんまり考えてなくて、あ、そこそこ意識がまだあの頃はね、今回は、まあ、落ちたのは落ちたんですけど、まあ、そんなか他の方で言われるときつ、まあ、これ無理ないというほんのきつさではなかったですね、まあ、来てくれるんですね。ただ今回のこの8時までっていうのがきついです。あ、そうね、今の時間が、ね、今が一番きついかなっていう感じです。8時じゃもうどうしようもないもん。それからよ、なんだろう、開始時間下手したらね7時まで、ちょうどそうそうそう、もう1時間しかないもんね。ちょっと今がちょっと一番きついかな。なんでちょっと今休んでるんですよね。ああ、そっかそっか。そう、これ12時まで開けていいやん、絶対開けておくんですけどね。そう、はいはいはい、時間よね、やっぱね。昨日もその話ずっとしてたね、みんなでね、うん、確かに時間がでかいけどさ、もうあれたらやっぱでも閉めとる人が多いって言ったよね、昨日。なんか言うことっけ、うん、
空いとる店がない。ね、空いとる店がもうないっていう。タケル君もやった。逆にさ、どういう、例えばさ、うちらみたいな、例えば協力したいって思うような人間が、団体とかもあったりするわけよ、お店とかに。そうなった時に、その、逆にどういう風な、その、例えばとか、その、休日の昼だったら、その、できるとか、なんかできるのって。でも昼間、今のこの状況だと、もう昼間来てくるのもあったら相当ありがたい。そうですね、やっぱ昼間にまとめて来てもらわない。そしたら、これ、平日昼間じゃあ動けるやつおるんかとか集めるんかって言ったら、集まれんけん。うん、そしたらやっぱ現実的には、まあ、昨日思えたのは、休日の昼間とかにまとめて、うん、それこそ固めて、頼んでもらったり、うん、だから仕入れの関係とかももちろんあるやろけん、予約で昼間団体で固めて、それこそ持って行ってもらうとかの形にすれば、もしかしたら、そうですね。そう、いいとかなーって思ったりもしたいんです。その、協力したいと思ってる人多いと思っちゃうね。やけど、どうしたらいいんちゃろうって思っとるのも多分事実と思っちゃうね。下手に聞きづらい。で、頼む方からしたらなんかちょっと迷惑かなと思って聞きづらかったりするところもね。俺はね、昨日のね、あの、会議、まあ、これ分からへんけど、見よると。会議とかで、ね、地域の団体の人たちの集まりとかでの会議で話してる中ではね、やっぱみんな若干遠慮してる部分もやっぱ感じるじゃね、聞いていいとかね、いや、でも休日に明けさす、ね、その、ね、普通の飲食ってあれやろ、やっぱ居酒屋的なところとかに、そういったところでね、本当だったら夜、ね、その飲み物が結構売り上げとして大きかったりもするわけやけん、ね、そのなかなか、聞きづらいねって、ぶっちゃけで聞きづらいなってきたんで、多分俺はおると思っちゃうね、うんうん、そしたらやっぱ休日に予約で作ってもらえるかなって素直に頼むっていう方が飲食店としてはいいとか、こっちの方が。そうですね、テイクアウトとか。そう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 。テイクアウト、もうまとめてしてもらったら助かります、うんうん、一番やっぱり昼間飲みに来てくれて一番ベストなんですよ。本当ですよね。なかなか昼間からですね、お酒をお店で飲むってなったら厳しい。もう小高に行ってもらわないか。一番ベストはじゃあ、例えば集まるのを、なんならもうみんな調整して、平日じゃあ逆に家族サービスをして、休日に親父たちがちゃんと飲みに、そのちゃんと時間を決めて、まあ、寂しくならないようにちゃんと心がけながら、ちゃんと、整って行って来てもらってちゃんと飲みながら食べてもらうというのが一応ベストですよね。それが予約であるってことね、まずは。まあそうですね、予約一番ね、そういうことよね。やけん団体としてどうしてあげたいって思うんやったら、そこはやっぱ我々は思うとかないからね、うん、できれば休日、平日だとも限界が、昼に集まれって言われてもそれは無理で、まあ、なぜうちらがここにおるかって話はまたね、もうちょっと無理かいですけどやっぱね、そこやろね。休日に、一番ありがたいのは休日に、飲食店としては休日に予約で、仕入れの関係があるから予約で、昼間に、それは夜が無理やけどね、昼間に頼んで、一番ベストは店に来てもらって、ちゃんと飲んでもらうのが一番ベストやし、まあそれが家族が心配するとか何だったかんとっていうんやったら、ちゃんとテイクアウトでまとめてしてもらうのがまあベストってことだよね。そうですね。そこの確認をしたかった。結構頼む方もね、変な気使うっちゃう。そう、これここまで、でも本来だったらこんな時間開けとらん。だって居酒屋とかって特にそうよ。昼間開けんやんっていうところがあったりするけん。あ、これってなんか頼んで大丈夫なのかと思うと人で、ね、結構思う。そうだ、うん。やっぱね、頼む方で思うっちゃうね、意外とね。そうそうそう。だけん。で、人数が集まれば集まるほどね、そういうのが頭が硬くなるっちゃう。ね、やっぱね、リスクがないように迷惑かけんようにってなりがちになってくる。個人でね、知っとる友達同士とかやってからそれこそ頼みやすかったりもするっちゃうけど、やっぱね、会としてとかなってくると変なこと言われるなとか思ったりね、変なバイアスがかかるっちゃう、結構。そこはね、結構素直に言ってもいいかもしれない。できますよって。ちょっと言うのは言いづらいですもんね。だけどそれはね、同じだよね。お互い多分ね、言いづらいし、言ったらなんか頼んでって言おうような感じにも思うと思っちゃうね。で、それはちょっと気持ちが悪かったらするよ、頼むのとしたらね。やけそこは多分、頼む側が聞いてあげるかと思う、そこは。そうだね。そう。やっぱね、提供する側は、やっぱ お客さんと思ってしてないかんって思うけん、やっぱ気使うよね、やっぱね。頼む方はどっちかって言ったらやっぱ立場としてはさ、ほら、ね、言いやすい立場にあるんですよ。やっぱそこは聞いてやる工夫もいるやろね、ある程度ね。いいことが分かりましたね。うん、そこはね、多分、ね、
昨日言おうかな、どうしようかなって思っとったっちゃけどさ結構話に出とったっちゃ昨日あそうで個別にみんな頼むやん今って結局、はい、そう、そういうのを例えばもうまとめてとかで例えば今回の会の時にはここにまとめて何時にとかで適宜時間をねその調子がいい時にその店が調子がいい時に事前に頼んであげたりとかちょっとなるだけ直前に専用にしとくとかそしたら一番店としてもこっちとしてもありがたいことになってくるんじゃないかなと思って絶対ここの店やないかいかんっていう人だけちょっと抜けてもらってうせえなそんなやつもめんどくせえうちらとしてもそんなやつ扱いたくないけどなんかそこをもう集約しといて今日は本来例えば懇親会をここでする予定やったっていうのはあると思うんですよね毎回毎回毎回だってこれそうやここで懇親会するとかってだって会議ごとに決めおるわけやけんその団体とかまあうちらだけじゃないと思うんですよね、うん、それをまああらかじめちょっと前からでも決めといてここに行くようです何人いりますかってちゃんと確認しといてメニュー取っといて頼んどいて一気にもらうっていうでそこで振り分けるとか持ち帰ってもらうとかなんならまあそこでもできればねその休日の昼間でもできるとかね会話ができるとかっていうスタイルにした方が本当はうんまあ今でもちょっと集まれんかどうやろうね集まれんいいと思うんですか提供する側としたらね来てもらわんとねちょっとやっぱあれ休日の昼間でさ、はい、何日前ぐらい予約してほしいとかありますシフトとかもあるでしょうそうだねシフト、うん、要はその休日の昼間にお店を対応させようと思ったら、はい、普段はそこにあそうかそうかおらんけんね従業員さん出勤してないでしょ社員と3人いるんでああそっかそっかそこにもう集約すれば来る方に2人入って、うん、そっかそっか寄せることができるあそこは現地にねじゃあ複数店舗持ってる強みですねそこ強いよねやっぱねポンってできるも従業員あのバイト入れないと思うんでうんそっかそっかあそっかそれそのやり方ができるねそれやったらね何注文したらいいそこは全然なんかお頼みですかでもできれば店に来てほしいっていうところあるもんねやっぱねちょっと垣間見えてるそうそうテイクアウトしようと思ったら容器からなるからめんどくさいでしょ今までないもん準備してああそう容器は、うん、まあ容器でも、うん、もともと焼き鳥の持ち帰りのあれは全部あるんですよ、ね、あそうかそうかもともとオーダブル的なあんのはちょっとああそうかそうか皿がねうんないもん普通はねバッグ自体は絶対常備はしてるんで、うん都心の年配のお客さんを持った店昼間いいですもんねあのあじいちゃんばあちゃんたちなんか地元とか JR の方行ったらもう顔真っ赤いし昼間から歩きますよ人生のうちいいなと思ってますもんねあいつたち持っとったらそっと強いですよ昼間ちょっと足伸ばしてここまで降りてきてくれいっちゃうからねちょっと距離があるもんねうんそうね難しいとこですよね昼間から飲めますね飲むって言ったらじいちゃんたちぐらいしか思い込まんなと思って確かにうちらの世代昼から飲まんかね結婚式ぐらいですねあそう、うん、お祝いの時とかはでも昼から飲めるよね、うんうん、なんかねそこら辺がまあ平日できんならちょっと休日にねそういうのがちょっとプラッと行ってね、うん、飲んだりとかしてくださいしてください本当そうよねやっぱうちらも店と付き合うかっていうのはやっぱちょっとやっぱ考え、うん、気遣っていかんっていう方向に走りうとと思っちゃうね俺はね、うん、ね俺はそう思う行きたくないわけじゃないと思っちゃうね、うん、やけんやっぱねそこら辺をじゃあどこいつ行くかとか、うん、その代わり平日何も行かんちゃけんが休日にね昼間からまあもう飲んべえに見えるわっていうかチートで花見気分でちょっとね楽しんで昼から飲んでねちゃんと夜仕事したいよねいやもうダメになっとるねだけどちゃんと予約さえすれば対応できるってことだよねそう考えるとね、うん、夜の店でもね確かに定食屋さんとかさ仕出し屋さんとかやったらそれは頼みやすい面がねもともとそうやけどねそういう業態系かどうかってやっぱ店舗構えとって居酒屋さんってなったらやっぱ本当はね夕方以降じゃないと基本的にはあかんね、うんところやけどやっぱどう頼んだらいいとかなって思っとしたらね多分多いと思うねやっぱ、うん、弁当屋さんとかも最初から関係ないけどね、うん、昼だろうが何だろうが電話してなんとなんとなんとねそうですね来てくれやけどもともとあんまり変わらないやっぱあげなところは売りが伸びとんもんね本当ですか仕出し屋さんすごいねどっかで使えなかったらどっかで使うんですよねみんなすごいやっぱもともとのやっぱ頼みやすい面があると思うよ、ね、うん
ともとやっぱ慣れとんしゃるし、宅配が当たり前と思うとんしゃるけんが、そうやっぱ、ここはやっぱ強いね。ありがとう。もともとそういう店で食ってもらうところじゃないところが多い。だけど俺の事務所の隣のホットモットがえらいことになってる、最近。もう、半端じゃん。フランチャイズやっときゃよかったね。見る見る間にね、もうこんなこと言ったらすぐ店舗がバレるっちゃうけど、見る見る間にね、あの店員さんの顔でこけていくと忙しすぎて。やつると負けるけど、こえになっとる。でも、駐車場の掃除もあんまりなんか綺麗で、最近できるらしい。やっぱ忙しいっちゃうと。あの昼と夕方ね。もうだって張り紙もしてやるけど、何時から何時の間はあの店頭でもうパッて買いに来た人は遅れますから、ちょっとみたいなね。やっぱ張り紙って強いですよ。よっぽどよ、多分。地元の仕出し屋さんって結構その場対応できんすもんね。できてる。予約してもらって仕入れの関係があるけど、そうそうそう、あっちはもう全部なんぼでも対応できるようにしておくよね。やっぱそういう仕組みってすごいっすね。ただね、あっこが弱いのは、この前初めてそれ気づいたっちゃけど、雪の時メニューが半分ぐらいになってる。あ、入らん。そう、そう。あ、そっか。そこが自分でしてないもんやけん。あ、流通と思ったらもう全部、まあ、そうね、確かにそれはまあ大手あるわけですね。そうそうそう、確かに品数多くしすぎとけん、今度は入らんものも多くなるっちゃう。一気にガーッて取ってる、このままやけん。それもあるよね、全部が結局同じところから供給やけん。いろんなとこからいろんな材料が来るけん、で自分が仕入れようわけじゃないけんさ、管理がやっぱできるんじゃない。一元管理やる、多分本部の方で多分できるけん、もう現場は全然分かってないと、うん、もう説明もしきれないし、とにかくもう線を引くだけ。今日これだな、今日これだ、全部。俺結局昨日事務所こもっとったけどさ、もうどこも誇れんけどさ、凍結しとったけど、もう仕方ないなと思ってから隣に行ったら、メイン半分行けこれもうねえやんけ。立地いいんすね、場所としては。もともと空き地やったっちゃうけどね。はあ、東郷郵便局の前の、うん、意識して考えたらホットモットね、なんか意外とあるんですよね。あるあるある、結構ある。赤羽駅前にもあるで、あの日の里のあのセブンイレブンも、うん、そう、あっちの方にもある。結構あるよ。10万人都市で同じ店舗が4ってすごいっすよね。そう、だから10万あるんよ。だから15個潰れたんすか。15個だけ潰れた。あ、15個どこ残った。寿司中の向かい側に。あ、多分ここの塾にあったね。近くにも。店の近く。ね。あ、圧力か。なんで。近くなんで。なんで仲良かったっすよ。福井に取られたぜ。競合戦やろ。あっこ焼き鳥見えんけど。どうしたらためやろ。そう、不思議よね。なんじゃろ、まあ。どらへんのができたけ、役所とかも。自由が丘から頼みに行ったんですよ。そうな、じゃあもう大口がガバッと減ったとか。もともとオーナーならいいけど、ね、あ、この徳重選手なんですね。徳重のもと確か同じ経営。やべえ、じゃあ東郷オーナー違うかもしれない。いや、多分違うわ。じゃあ東郷多分違う。その2つバチバチや、うん。あ、ここ大体ほら、あのもともと市役所にもっと近くにあったじゃんね、うん、ちっちゃいのが、ほっともっとっていうか、高校庭の時代があったという。あの自治会館のすぐ隣にあったっちゃけど、昔ね、結構昔よ。あの寿司屋さんとか入ってるとこ。そうそうそう、それ右側、あの今理髪店、あー、はい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 、オレンジ系の看板ね。そうそうそう、あっこがもともとほっともとじゃなくてもね、ほかほか亭がもともとあったっちゃけど、もうだいぶ前にそれだっちゃう。そうそう、それからしばらく経ってこの前ちがもうそれでも何年も経つよね。 あそこなんかお宝屋が出るってことね、買い取り。そう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 、ね、でも開いてないでしょ。店が結局もう出っ放しなんやね。だから出張だけでやっていけるぐらい興るんやろうかと思って。いやでもさ、そろそろ終わりにするか。はい、もうバッチリです。あ、そうそう、取れ高は自分で編集がちょっと難しい感じの会話になってなんかあんまり言ったらいかんことが多かったような気がする。毎回このパターンですね、言ったらいかんことが多い。いや、この前ほんと3分の1削ったけど。もうこれ言うんですよ、ずーっと削る。ほとんど、あ、これだけいっぱい取ったけん、2回に分けていいねなんて話してたら、書いてみたら全然やない。いっぱい増える。ほとんど喋れること喋ってる。ダメよ。よかったよかった。よかったですね。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。往復だもん、何も喋ってないよ。往復だの撮影をしよっか。そうやね。